なんか動きありました。ペーボシットの取り消しの届け出があったことを受理したっていうのは総務省が言ってる、はい、だからやっぱり動けるっていうことですよ。だから大津さんのこれでどういうこと。いやだから現状としてはね、総務省としたらやっぱりどちらが代表者かわからないから、斉藤君が代表者であるっていう申請が通ってないから、今大津さんが出してきたものを受けるっていうことなんですよ。だからそこに関しては法務局と一緒ですよね。法務局も大津さんが住所変更してきてる以上は、斉藤君が上書きしない限りは、まあ、それを受けるっていうことですね。だから総務省はどちらがわからないっていうか、その斉藤君であるっていうことがわからないから、まあ、大津さんが出し切ったものについては受理をして、堀山信徒を外したっていうことね。だからそういう意味では回答をしないっていう、やっぱ若い子を取っといてよかったなと。だから今の状態だとやっぱり衆議院選挙に出れないから、でそうすると大津さんがじゃあ今裁判で3月29日に辞めるって言ったこと、あるいは5月の10日に辞めろって言ってるのに、素直にそれに応じずに私が代表者だって言い続けてるから、こういう状態になってるっていうことなんですよ。で、それで裁判で最終的に判断が出た時に、3月29日に大津さんは代表権を失ってたのか、5月の10日に失ってたのか、それとも今の代表権を持ってるのかっていう判断が出た時に、じゃあこの間彼女が自分が不当に代表者だって言い続けたことに対しての責任を個人的に取らなきゃいけないっていうことになるっていうことですよね。だから全然その二の矢三の矢を放っているので、だからその民事再生をしているっていうことについては、そういうこともあるっていうのはもう十分想定してたんですよ。これはだからもう想定の範囲内なんで、だから民事再生をして、この裁判の判決が出るまでに大津さんの手足を燃えとかなあかんなっていうことでやってるわけですよ。手を打ってるっていうのはそういうことですよ。で、なんか大津さんがその900万円を使い込んだっていう話もしてますけど、900万円使い込んでるのは大津さんの方ですよ。簡単に言うと契約を変えてないんだから。3月の8日からですね、そもそも彼女の名前で契約をしてるわけですよね。じゃあその900万円を新たに大津さん以外の人間が契約をして取ったっていうんだったら、それは別ですよ。ただ家賃とかはそもそも党として契約をしてるから、大津さん自身が事務員にちゃんと言って、その契約の代表者と変える作業をしなきゃいけないんです。あるいは解約をしなきゃいけないんですよ。それがもう自動的にりそな銀行から引き落とすっていう契約をしているから、これを大津さんと斉藤君で合議して止めるなりしなきゃいけないけども、その契約は別にどちらに迷惑をかけてるわけじゃないから支払ってるわけで、別に立花が使い込んでるってもし言ってるんだったら僕に対する迷惑損ですよ。そもそもそんな引き落としなんか僕にできるわけないじゃないですか。使い込むことができるわけないんでね。堀江門新党が外れるっていうことは、多分僕自身も会計責任者から外れることをしてるんじゃないかなと思います。ただそこについては今申し上げた通り、普通にまあ裁判を進めていってるので、代表権がどちらかっていう裁判についてはもう完全に受理してるんです。もうちょっとここが10月の31日の裁判についてもう一度ちょっと詳しく説明すると、まあ、主意的主張が大津彩香さんの3月29日の辞任で、予備的主張が5月10日の大津彩香さんの首、いわゆる解任ですね。でこれに対してどういう判決文を書けばいいかっていうことを裁判所から法務局の方に聞いてくれということで言われて、こちらは弁護士に言われたんで司法書士経由で法務局に聞いたんですが、法務局はそれに対して裁判所からの質問にしてください、これそれ裁判所が聞かれたら答えますっていうことを言われて、まあ裁判所としたら十分斉藤君が訴えた裁判を受けてやろうとしているその気持ちはあると。だからそうやってきっちりと法務局にどういう判決を書いたらいいのかっていうのを紹介してくれてます。辞任と解任の場合の紹介をしてくれてると。で、次回10月の31日に辞任をしたという主張であれば、その辞任をしてるっていう録画があるって言ってるので、それの反訳をして、あと法的な主張を持ってきてくださいと。で、大津さんと党ですね、法人である代表者と法人っていうのは、これは委任契約になるっていうこちら側の主張です。これ会社の社長がみんなそうですね。会社の代表者と法人との契約っていうのは委任契約になって、まあ、雇用契約とかじゃなくてですね、委任契約というのは弁護士と一般の人が締結するような契約で、どちらか当事者が一方が辞めるといえばそれで成立するというものです。で、3月29日のおっさんは、まあ、15回ほど辞めると言っているので、まあ、これが3月29日に辞めたっていう証拠になりますというのがこちらの主意的主張です。
で5月の10日にこちら側が、まあ、いわゆる党の法人の方で総会を開いて彼女を、まあ、解任にしているので予備的秘書として5月の10日となります。でこれが、まあ、裁判所の判断が出てですね、過去にいわゆる遡るかって言ったらそこまではやるつもりがないんですよね、裁判所としては。3月29日に遡って大津さんの代表権が取り消されるみたいなことにはならないんですよ。議員さんは地方議員でもそうですけど、地方議員で1票差で裁判になりました。葛飾で実際にあったんですけど、この1票の差が他の無効票とか調べていったら、この1票の差が逆転したってケースがあるわけですよね。ということは逆転された議員がこれまでやってきた議員活動や報酬は受け取れるんですよ。選挙のやったところまで戻らないということなので、裁判の確定するまで大津さんが自由に動かせるということになってくるわけですよ。それを止めるための民事再生で、民事再生をすることによって総務省や あと法務局で、りそら銀行に対して今こういう揉め事で政治家女子法廷等というのは債権者からお金を返してくれと言われているので、大津さんの自由にお金を使わないでくださいっていう今申し立てが出て止めてるって感じですね。多分大津さんはこれのことを爆弾と言ったか分からないですけど、まあ、想定してる範囲なんで、そこまでは来るだろうなと思ってたんですよ。だからそのための仮処分の申し立てもこっちもしたわけですよ。大津さんの権限止めてくださいね、千葉地裁に出したのはそういうことですけど、それが無理で、じゃあもう本裁判はその時から進めてたわけですよね。でこれで裁判の判決が出るまでに大津さんが好き勝手なことをされたら、まあ選挙のことは仕方ないにしても、お金が使われたりとか向こうが弁護士と契約したりしてですね、党のお金が不当に使われることによって、今党にお金貸している人たちの借金の額が希薄化される、いわゆる薄くなっちゃうので、それを止めるための民事再生を打っているので、まあそこは問題ないんじゃないかなと思ってます。想定をしてたので手立てを打ってました。まあこれによってでもね、僕はもう会計しなくていいんですよ。全部大津さんに行っちゃうから。で大津さんは簡単に言えば僕の責任を全部除去してくれてるだけなんですよ。で自分で責任取ると言ってる状態で、じゃあ債権者のことも責任取ることを自分でどん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 承認していってるわけですよね。大丈夫なのかなとしか思わないんですよ。で僕は債権者のことを守るために債権者側に立ってやってるだけのことで、こうやって詰めていっとけば無駄金使わないんですよと。最低でも元本はほぼほぼ保証できるから、民事再生をやりながら、万が一民事再生が通らなければ困るので支払い督促やりましょうと。でその裁判が向こうが止まってるから、その理由は帳簿がないからって言ってると思うんでね。だったら帳簿も渡しますから、もう向こうが嫌がってた和解を昨日無理やり和解を持っていったっていう流れです。めっちゃ流れてるなこれ、コメントが読まれへんやそうなんですよ。それと助成金って借金の返済に使うことはできるんですよ。その弁済に使うことは違法ではないんだけど、もらったものをこういう人として使いましたという領収書側にはならないんですよ。要はどういう使い方をしても構わないので、別に借金の弁済に使うことは構いません。それは政党助成金が差し押さえされていることから分かるんですよ。貸した金返せっていう裁判を今してます。そのための仮差し押さえをします。でじゃあ原因なんですかって、お金貸したものが原因ですって書いて出してる。それが国は、いや貸した金は請求できないから、払えないから政党助成金として使えないから、この差し押さえは無効じゃなくて、それは差し押さえに応じてるんですね国は。だから持ってきたお金はいくらでも借金の弁済に当ててもいいんだけども、借金の弁済に当てたという領収書を持ってきたとしても、それは領収書の代わりにはなりませんよっていうものなんですよ。で一旦領収書を作るしかないんですよ。一旦だから国政政党のお金をホリエモン新党に3億3000万寄付するんです。そうするとこれは弁済じゃないので寄付となるので、これが領収書になるんです。でホリエモン新党からまた3億3000万円を政治家女子法廷等に寄付してもらえばいいんです。そうするとこの3億3000万円は寄付として入ってきたお金になるんです。でこのお金を借金の弁済に当てれば合法なんですよ。何度も説明してますよ。で別に後ろとか特別じゃなくて、自民党も維新のためやってるんでね、彼らは別に借金の弁済に当ててるんじゃなくて、領収書をつけるのが邪魔くさいから、二階さんが20億円とか馬場さんがなんか5億とか領収書切ってるでしょ。そういうものなんですけどね。あとだからね、その今
900万円がそうそう使われたことに対してどうのこうのって今王さんが言ってて、僕もそれ反論してるじゃないですか。これね、第三者委員会がどうのこうのっていうよりも調査員が調べて一番わかるんですよ。民事再生したら裁判所が決めた調査員が調べてくれるんでしょ、あるいはその後監督が調べてくれるんでしょ。僕に不正があったらそんなことしないじゃないですか。でこれいくら言っても理解してもらえないから、大津さんが集めた第三者委員会よりも、それよりも裁判所が認定した調査員の方がよっぽど公正なんじゃないですかと。だからそういう意味でも僕の、無実というか潔白を証明するためにもやってる部分があるかな、民事再生については。本当大津さんこれすごいね、このまま会計責任者まで大津さんがやるっていうのはなかなかすごいですよね。でこのままね、例えば12月末が党の決算になるので、じゃあ12月末までに裁判の決着がついてなければ、じゃあ会計報告をするのはどっちなんですかってなると、大津さんがやらなきゃいけないってなるんですよ。だから別に大津さんがそれをやることについて我々は党を回答したくないわけだから、大津さんがやるであろうが僕でやろうがどっちでもいいんですよ。それは守りたいのは債権者なんですよ。でその債権者も守りながら党の支援者投票していただいた方を守らなきゃいけないわけですよね。でそれが裁判という方法しかないので、その判決が来年の1月とか3月になった時にここの名前が斉藤君に変わるだけの話なんですよ。でじゃあその間に、大津さんがやったことがプライベートでやったことになるのか、党首としてやったことになるのかっていうと、党の党首としてやったと認められる可能性が高いと思いますけどね。でもそれはちょっと違うよね。その3月29日に辞めるって言ってるんだから、そこのところについては個人としてその本来権利がないのにやった期間は損害賠償を払えっていう裁判はもちろん立てれるし認められる可能性も僕は結構高いとは思ってますけどね。要はね、その彼女が権力震える間にその可能性がある期間の彼女の手足を盛り解かなきゃいけないんですよ。例えばお金使えないようにしなきゃいけないから、その方法は全部取ってるんで、民事再生と支払い督促で取ってるので、あとはどうするのかなって感じですよね。だから今年3億3000万円が持っていかれたとすると、党としたら今度国から 3.3 億借りることになるわけですよ。収支報告ちゃんとしないと、いわゆるホリエモン信徒とかどっかの政治団体に移してちゃんとマネーローラーに急がなきゃいけないんですけど、それをせずにやると3億3000万円を返せって今度言われちゃうんですよね。でもそれを言われたらもう仕方ないので、3億3000万円は党としては国からの借金を持ったまま来年以降の党運営をしていかざるを得ないですよ。もし来年3月に帰ってきたとしてもですよ。ただその間大津さんに過失があるから3億3000万個人に払えとかっていうことが、これが認められるかどうかなんですけどね。ただ大津さんがもうバカじゃないので、ここまでこういう指南をしてたらお金を還流するような気はするんですけど、還流というかそのマネーロンダリングっていうか、それがするんじゃないのかなと思いますけどね。そこはわからないですね。すみません、そこの還流したところのお金を止めるとかはできるんですか。いや、そもそも合意しないと還流できないんですよ。党のお金動かせないから今。だからそこは最終的に話し合いで、斉藤君の印鑑と大津さんの印鑑で一旦別の政党政治団体入れて戻すっていうことが合意できないと、このまま大津さんそう大赤字を抱えることになるけど、 3.3 億のねお金もらいっぱなしで領収書出ない状態なのでっていうことになるので、だからそういう意味でも早くちょっと代表権に関しての判決が欲しいっていうことは、今民事8部なんですけど10月31日の裁判では伝えて、決算期までにちょっと一審の判決さすがに出してくれないかっていうことにはなろうかとは思ってますけどね。でも僕個人的にはこれの方が自分は責任なくなった。このままだからこの立花が会計責任者って残ってる方が気持ち悪かった。いずれにしても王さんがこれ決算をしなきゃいけないっていうことになってきて、王さんがお金を今動かせない状態であるっていうことは間違いないし、動かしたら犯罪になると思います、今回のことですごく学んだのは、ちょっとバカを相手にしすぎたなと。でそこで話したところで1円もならんし、結局はそこの人たちがいくら説明しても理解できないわけですよね。でもそれだったら同じような話し合いできる人と行った方が楽しく暮らせるし、何よりも世の中に貢献できると思いますよね。ちょっとそれ気づくのが遅すぎたのかなと思いますけど、逆にでもいろんな人と話して得たものもあると思うんで。